私、この会社辞めるわ。あと、別れるから。彼女は今までに見たこともないような冷たい表情で、一方的にそう告げる。うちの社員は全員連れて行くからね。新しい彼がバックアップしてくれて、新しい会社を立ち上げる予定なの。まさかの通告に、俺は愕然とした。俺の名前は中山徹、29歳。アプリ開発の会社を経営しており、プログラマーも兼任している。経営者といっても、実務に関しては、共同経営者の栗原奈子に任せきりだ。奈子は大学時代からの恋人でもある。彼女は俺と違って、社交的で、エネルギッシュで、営業面でもとても頼りになった。奈子とは大学の同じ学部で、さらには同じサークルだったことがきっかけで仲良くなった。中山くんって、アプリ開発してるんでしょ？まあ、開発って言っても趣味程度だけど、どうして？ある日、飲み会で隣の席に座っていた奈子に、そう尋ねられた。趣味で終わらせておくのはもったいないわ。自分でも会社を立ち上げてみたらいいのに。私も手伝うからさ。飲み会のそんな軽いノリで彼女に持ちかけられたことがきっかけで、俺は本当に会社を設立することになった。ほどなくして、奈子と俺は交際を始めた。それから7年近くが経ち、俺たちが立ち上げた会社は、アプリの成功とともに、多くの社員を抱えるまでに成長している。奈子のおかげで、自分の仕事に集中できているのは、本当に感謝しかない。トールは本当に私がいなきゃダメなんだから。それが彼女の口癖だ。実際、それは本当のことで、俺はいつも、そうだね、と答えるしかなかった。俺にとって、奈子がそうであるように、彼女にとって、俺は必要な存在だと思い込んでいたのだが。ここ最近、奈子の俺に対する冷淡な態度が気にかかっている。予算の件で少し相談したいんだけど、そう声をかけると、それ、山下さんに聞いて。パソコンの画面から目も離さずに言い放つ。まるで俺に関心がないかのような態度が目立つような気がする。面倒事はすべて事務・経理担当の山下あゆみさんに丸投げするのがお決まりだ。山下さんは1年前に入社してきた社員で、地味でおとなしいが、仕事は丁寧で正確にこなしてくれる優秀な人材だ。奈子も頼りにしている様子だった。俺も自身が地味なことを気にしている節があるからか、彼女は比較的話しやすい印象を持っていた。どんなに冷たい態度を取られても、俺の奈子に対する信頼が揺らぐわけではない。きっとそれだけ仕事が忙しいんだろうな。俺たちの会社のために必死になってくれているってことだ。と、むしろ感謝していたぐらいなのに。その時は、唐突にやってきた。私、この会社辞めるわ。あと、トールとも別れるから。ナコは、今まで見たこともないような冷たい表情で、一方的にそう告げた。え？あまりに驚愕して言葉を失った俺に、さらにこう畳みかける。技術者としては認めるけど、それ以外は何にもできないんだもの。そんなトールに魅力を感じなくなったのよ。そこでようやく、ナコは嘲笑うように笑みを漏らした。彼がね、ナコは女としても経営者としてももっと上を目指せるって言ってくれたんだよね。その彼が誰なのか、俺が知りたいと思うのは当然だと思うが、彼女はまるで女友達に自慢するかのように相手のことを明らかにしてくれた。そいつの名前は俺も聞いたことがある。最近メディアでも騒がれている IT 企業の社長、本田渉。本田は若手有望株とかイケメン社長なんてもてはやされている。それって浮気してたってことじゃないか。俺はようやく口を開いて奈子を責めたが、彼女は悪びれる様子なんてない。
彼から交際を申し込まれるまでに思ったより時間がかかったってだけ。だから別れを切り出すのも遅くなっちゃって。しれっとそう言い放つナコは、さらに驚愕の事実を告げたのだ。うちの社員は全員連れて行くからね。彼がバックアップしてくれて、新しい会社を立ち上げる予定なの。まさかの通告に、俺は愕然とするしかない。それって、もう乗っ取りじゃないか。俺は必死に訴えたが、ナコはあくまで冷静だった。そんな風に感じるならそうかもね。でも、私は頑張ってくれている社員たちにもっと良い条件を提示しただけよ。今や真っ青な顔でブルブル震えている俺に、彼女はにやりと笑ってこう付け加えた。ビジネスってそういうものでしょ？ま、あなたには理解できないでしょうけど。彼女の冷たい視線と笑いは、俺なんかに全く情を残していないことを感じさせた。机の上に散らかった書類や空っぽのデスクが目に入るたびに、ナコの言葉が頭をよぎる。技術者としては認めるけど、それ以外は何もできないし、魅力を感じない。その言葉は完全に俺を打ち砕いたのだ。何も気力が湧かず、一人オフィスで佇む俺に、社長。遠慮がちに声をかけてくれたのは山下さんだった。え、どうして？私も奈子さんに誘いは受けていたんですけど、残ることに決めました。嬉しい気持ちはもちろんあったが、彼女の決断に報いる自信なんてない。でも、俺にはもう何も残っていない。あいつがいなきゃ、俺は。そんな俺に、山下さんは静かに首を振った。そんなことありませんし、私がサポートします。まずは私たち二人でもこなせる仕事量に調整していきましょう。彼女の前向きな言葉と提案に促され、俺たちは経営規模の縮小を試みた。そして、なんとか取引先との調整を済ませることに成功。もともと経理や事務で高い能力を発揮していた山下さんの調整能力や交渉力の意外な高さには驚かされっぱなしだ。山下さんがいればまだ何かできるのかもしれない。そんな希望が少しだけ芽生え始めている。ただ彼女が以前の会社を辞めざるを得なくなった背景を知っていたので、あまり無理をさせるわけにはいかない。山下さん、いろいろありがとう。でも、あまり無理はしないでくれよ。俺の気遣いの言葉に、優しく微笑む山下さん。大丈夫ですよ。ようやく社長の役に立てている気がして、私すごく嬉しいんです。そういう彼女のことを、俺は、すぐさま訂正した。そんな、君は前からすごく活躍してくれたよ。ナコだって君のことを頼りにしていたし。ナコのことを口に出した途端、山下さんの顔が曇った。私はナコさんじゃなくて、ずっと社長の役に立ちたかったんですよ。どうして俺なんだ？すると山下さんはいたずらっぽい笑顔を浮かべて、こう尋ねてきたのだ。私が面接を受けた時のこと、覚えてらっしゃいますか？そこで俺は面接の記憶を掘り起こすことに。1年半前、人材募集した際に、俺とナコはある一通の履歴書に強い興味を持った。それは山下さんの履歴書だった。山下さんは優秀な大学を出ており、難関資格も多く保持していた。数ある応募者の中でもパッと目を引くような優秀な経歴の持ち主だったのだ。大手商社に新卒として入社した彼女は、そこを2年で辞めて、それから1年間の空白期間がある。俺たちはその経歴に違和感を覚えつつも、書類に目を通し面接をすることにした。実際に面接で会った時の彼女の姿は、痩せていて、顔色も悪く、暗い雰囲気が漂っていた。
ボソボソと話す声に張りがなく、明らかに精神的に病んだ様子だ。失礼ですけど、以前の会社を2年で辞めた経緯をお聞かせください。ですね、それは。俺がそう尋ねると、山下さんの表情は歪み、今まで以上に言いよどんでいる。ゆっくりで構いませんので、正直に話してもらえませんか？俺が優しくなだめるように告げると、彼女は少しずつ事情を説明し始めた。ひどいパワハラやセクハラにあったことや、激務により体調を崩し、1年間療養していたことを語った。ナコは俺に軽く首を横に振ってみせる。そう、不採用の合図だ。ナコはエネルギッシュで快活な性格のため、こういった暗い雰囲気を持つ人や面倒な過去を抱える人を好まない傾向にある。だが、俺は採用しようと決めていた。面接の後、ナコと珍しく揉めたものの、何かあったら俺が責任を取るという落としどころにより、山下さんの採用が決まる。出社初日、挨拶に来た彼女に期待の言葉をかけると、面接に受かると思っていなかったのですが、どうしてですか？と問いかけてきた。まだ半信半疑な様子の彼女に、俺はにっこりと微笑む。アプリ開発の世界はトライアンドエラーの連続なんだ。失敗してもまたそれを糧にして成功に向けて挑戦を繰り返していく。俺はいい開発者や技術者はみんなこの資質を持っていることを説明した。面接の時の山下さんは確かに暗い雰囲気で辛そうだったけど、それでも過去を受け入れて前を向こうという強い意志が感じられた。この業界で評価される技術者や開発者に似た雰囲気を君に感じたんだよ。そこまで聞いた彼女は静かに涙を流し始める。この人となら一緒にいい仕事ができそうだと思ったから採用したまでだ。これからよろしく頼むよ。そんな俺の言葉に山下さんは涙を拭いてうなずいてくれた。前の会社までは順調な人生を歩んできたんですが、大きな挫折を経験したのは初めてでした。療養を経て前を向こう、そう思って必死になっていたけれど、どうしても明るく前向きになれず、就活にも失敗し続けていたので。そんな中で自分の過去や現状を受け入れて採用してくれた俺に救われたという。中山社長には、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ナコさんの顔を見たときに、ダメだなって分かったから、なおさらに。そう言って笑った山下さんに、俺がこう付け加えた。まあ、結局あいつが山下さんを一番重宝することになったんだけどね。山下さんは働く中で少しずつ自信を取り戻し、活躍を見せるようになっていく。最初は彼女のことを気に入っていなかったが、山下さんの能力の高さを実感したナコは、彼女を重宝し、側近のような存在になっていたのだ。だから、彼女がナコについていかなかったのは、本当に意外だった。俺なんかより。そう話し始めたところ、すぐさま山下さんが遮る。その、俺なんかに救われた人もいるんですよ。社長は技術だけじゃないし、人としての魅力も兼ね備えているんだから、自信を持ってください。今度は山下さんの言葉が俺を救ってくれた。不思議と心が軽くなり、彼女の励ましが頑張る原動力にもなっている。ただ、現実はかなり厳しい状況だ。人手不足に加えて、資金の枯渇。これまでの顧客も、ナコの会社に流れてしまい、うちの仕事は激減していた。山下さんが営業も頑張ってくれたが、人手不足のため取れる仕事は小さく、経費もギリギリの状態が続いた。すみませんが、次回の発注は見送らせていただきます。次から次へと続く取引先からの電話に、俺は頭を抱え、
どうにもならない状況に打ちのめされてしまう。だが、その度に山下さんが俺を励ましてくれた。トライアンドエラーですよ。頑張りましょう。社長の力があれば必ず何とかなりますから。今思えば、ナコには昔から、トールはこれがダメだから私がやる。とか、トールはこれができないからこれだけやっていればいいの。そんな言い方をされていた。そのうち俺は自分の可能性を狭めてしまっていたのだ。だから、俺の可能性を信じてくれる山下さんの言葉は、新鮮で、そして自信をくれた。今まで控えていた営業にも、山下さんと一緒に出たり、経営の勉強も必死に続けている。一番大きいのは、積極的に人と関わろうと挑戦するようになったことだろう。今までは、避けてきたことに、あえて挑戦することで、新鮮なアイデアが、次々と浮かぶように。それが新しいアプリ開発に大きく役立った。忙しい合間を縫いながら限られた予算の中での開発だったが、山下さんの協力を得てなんとか成功。そのアプリは今までの中で最高の売り上げを記録した。その売り上げで外注や新しい人材の採用などが可能となり、仕事の幅は再び大きく広がっていく。俺をここまで支えて、励まし、ついてきてくれた山下さんには感謝しかない。社長、これ。ある日、山下さんから見せられた記事に、俺は驚愕した。若手経営者の星、本田渉のインサイダー取引発覚。それから間もなくして、ナコがふらっと姿を現した。浮気のこととか、会社のことも、本当に申し訳なかったと思っているの。あの状況から会社を立て直すなんて、トールったらやるじゃんって感心してたのよ。ナコは少し離れた場所から、俺たちを見守っている山下さんを、少しいいかな、とこちらへ呼んだ。私がいない間、トールを支えてくれてありがとうね。彼女の言葉には、どこか違和感すら覚える。するとナコは、驚くべき提案をしてきた。私がいれば、トールはまた技術開発だけに専念できるようになるでしょ？また共同経営させてもらえないかなって思って。社員たちもみんな戻りたいって言ってるし。驚いて声も出ない俺に、彼女はさらにこう畳みかける。確かに山下さんは優秀だけど、あくまでサポート程度でしょ？もう私は本田くんと別れてるし。公私ともにパートナーを務めてあげられると思うから。正直、ナコに未練がない、と言えば嘘になる。浮気されたことへの悲しみと怒りもあったが、ナコが大学時代に俺を引っ張ってくれたおかげで、今があることは理解している。ただ、それ以上に失敗もするけど、いろんなことに挑戦できるようになった、新しい今の自分の方が気に入っていた。そんな自分を引き出してくれたのは山下さんだった。どんなに辛い時でも俺を信じ支えてくれた彼女のおかげだ。気持ちはありがたいけど、今俺に必要なのは山下さんであって、ナコじゃない。ナコがいないとダメなトールじゃないんだよ。俺はもう。今まで自分にべったりで依存していた俺から、まさか拒絶されるとは思っていなかったのか。ナコは動揺し、激怒している。このこと、必ず後悔するわよ。そう吐き捨てて、オフィスを出て行こうとする彼女の背中に、俺は最後にこう告げた。今までありがとう。さようなら、ナコ。ナコが立ち上げた会社は、それから本社の経営不振の煽りを受け、倒産。多くの社員が再雇用を願って、うちに連絡をしてきたが、すでに新しい人材を組み入れていたため、採用は難しかった。ナコを信じ、転職していった社員の多くが無職になり、彼女に対して恨みを持つことに。一方、ナコはその営業力を生かし、一歩先に別の企業に再就職していた。信じてついてきた元社員たちの再就職に尽力することもなく、
自分だけ順調に再就職し、新しい恋人までできたことを SNS に上げていたナコ。そのことで元社員たちに恨みを持たれ、SNS や勤め先に嫌がらせが始まってしまう。報復に怯え、ナコは逃げるように行方をくらましたのだ。それからの山下さんは、ナコの私なら私生活のパートナーにもなれるという言葉で火がついたのか、積極的に俺を食事に誘ってくるようになった。地味だった格好も少しずつ垢抜けている。商社時代に嫌がらせやセクハラを経験し、あえて異性として見られないような地味な格好をしていた彼女は、そのトラウマを乗り越えつつあるようだ。私、この会社に入ってからずっと社長に恩返しをしたいと思っていました。でもそれだけじゃなくて、ずっと好意があって。驚いたように彼女を見つめる俺に微笑んで、さらにこう続ける。でも社長の隣にはいつもナコさんがいたから、だからこの機会を正直チャンスだと思っていたんです。私、すっかり垢抜けた彼女に、ずっとあなたが好きでした、そう告白され、俺はほどなくして陥落した。交際が始まった後も俺たちの関係は変わらない。お互いのことを尊重し、慣れない分野や苦手なことも互いに助け合い、成長しようと協力している。俺は今、公私ともに満たされた日々を送っていることが嬉しくてたまらない。これからもトライアンドエラーの精神で頑張っていきたい。